こんばんは。クリスタル東京へようこそ。過去からここまで旅してくれることを心より感謝しております。冥王刹那と入国手続きをしてくれましたか？ありがとうございます。そうですね、入国手続きはちょっと複雑なものですけれど、まあこちらのクリスタル東京は平野な国なのに、外の敵からいつも脅されていますので、厳しくするしかありません。迷惑をかけてごめんね。私はウサギです。いいえ、あのウサギじゃなくて、あのウサギはこの国の女王ですね。ネオクイーンセレニティ。そうです、私はあのネオクイーンセレニティの娘です。プリンセスレイリーセレニティと呼んでも構いません。わお、あなたは詳しいですね。それはずっと昔のニックネームです。長い間そのニックネームを聞いたことがありません。見られる通り私は今チビではありませんので、チビユスの方が好きだって。ああそうですか、しょうがないですね。まあ頭の中では私をチビユサと呼んでもいいけれど、国民の前にプリンセスレイリーサレネティと呼んでいただけばありがたいです。ありがとうございます。正直に言うとお母さんと同じく呼ばれるのはちょっと複雑な気持ちです。違和感というか、私はいつもママと仲良くするとは限らなくて、喧嘩ばかりである時もあります。どう言えばいいでしょうか。お母さんはアホだ、慌て者だ、これは内緒ですね。みんなはママのことを憧れていますが、彼女は悪いところもありますよ。もし国民はママの本当のところを知っていれば、そんなに憧れないと思います。個人的な意見ですけれど。パパは違います。パパは大好き、パパは大大好き、パパは大大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 好き。何を言ってたか、みずれにせよ、どっちかというと私はパパ子です。お母さんとの関係はたまに難しいのです。はい、そう、クリスタル陶器を紹介させていただきたいと思います。でもまずあなたの外見を少し整えてよろしいでしょうか。いや、あなたがだらしないわけではありません。でも未来へこの珍しい旅のためにあなたの魅力を強調したいと思います。いいでしょうか。ではあなたは美肌でコンシーラーを使わなくてもいいと思います。顔についている油を隠すためにこの粉を軽くつけようと思います。そう、軽くつけるよ。たくさん使う必要はない。あなたはあまりにも美肌だから
あなたは可愛い子ですよ。それを知ってるか。可愛い。はい、次はアイシャドウです。あなたが気がついてると思いますけれど、クリスタル陶器はあらゆるところにキラキラ輝いていますよね。なのでクリスタル陶器の国民もキラキラの見た目をします。もっと具体的に言うと、このようなキラキラ物質をまぶとにつけます。うん、そう、見てくれる？キラキラですね。キラキラ、まぶたにつけてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、目を閉じていただけますか。はい、あなたに似合います、うん、そうですよね。クリスタル陶器と同じようにあなたがキラキラ輝いています。綺麗。はい、最後はリップグロスです。よく見るとこのリップグロスもキラキラだと分かりますね。うん、また唇をとても柔らかくします。つけてよろしいでしょうか。はい、そうします。ありがとうございます。完璧です。あなたはネオクイーンセレニティより美しくなっています。それも内緒ですよね。はい、はい、今からクリスタル陶器をツアーします。迷うことを心配していれば私と手をつないでも、あなたは貴重なお客様なので。はい、ご存知の通りクリスタル陶器はネオクイーンセレニティとキングエンディミオンに建国された王国です。30世紀の未来都市です。すべての建物がクリスタルでできており、中心部には地球を統治する白い月の遺族の白クリスタルパレスがあります、うん、パレスは見えますか、うん、綺麗でしょう。女王が持つ幻の銀水晶の力で守られたクリスタル陶器を中心に30世紀の地球は繁栄しています。でも銀水晶の力だけでなくセーラースインチにも守れています。水の網セーラーマーキュリー、火の霊セーラーマーズ、木のマコトセーラージュピター、愛のミナコ、愛のミナコセーラービーナス、トモエホトルセーラーザーダン、
天の遥かセーラーユーラナス、海を満ちるセーラーネプチューン、そして冥王刹那セーラープルート私は冥王刹那と特に仲がいいけど、セーラー戦士は全員勇敢でこの世界を何回も救ったことがあります。個人的な意見ですが、クイーンザレネティよりセーラー戦士の方が役に立つ気がしますけれど、いずれにせよ30世紀は全ての地球人が銀星上の浄化の力を浴びて、かつてのシルバーマレニアムの月の人のように青年期から成長が止まって、千円は生き、一切の争いが存在しない平和な謳歌する一種の理想郷ですが、同時に少子化といった緩やかな衰退が予想される社会でもあります。まあ理想郷はいいところも悪いところもありますね。パーフェクトな王国はこの世の中にありませんね。これは綺麗な眺めですね。千年前にこれは私の幼稚園があった場所です。その時私はママと喧嘩ばかりでした。今よりも。あ、ルーナは来ました。私の可愛いルーナ。人間と同じようにこの国の猫も永遠に生きていけます。このルーナはちょっと老けて見えますけれど、ねえルーナ、ちょっと老けて見えるね。ねえ、日本語を喋れるでしょう。貴重なお客様と日本語を喋ってくれる。お、やる気かない。しょうがないね。OK ルナ、 OK ルナ、バイバイ。では通話はここで終わりますけれど、もしすぐに帰る必要がなければ、もう少し私と一緒に遊んでくれる？今夜は華やかなごちそうを食べられます。ちょっと疲れたか？パレスにはいろいろな客間、寝室がありますので、あそこで昼寝してもいいです。一緒に昼寝しましょうか。実は私もちょっと疲れました。いいですか？嬉しい。では手でつないでパレスへ向かいましょうか。行きましょう。